ですね、今回のテーマはですね、まあ、テレビ化決定もあります、ズバリあなたにとってのヒーロー像、それをですねプロゴルファーそしてアマチュアゴルファー通じてですねあなたにとってのヒーロー、それはどんな方かってことをですね、中心にお話し聞いていきたいと思います。ちなみにここはシーズンこのボールを使って優勝します。ぜひ皆さんこのボールを使ってみてください。大丈夫ですか？ありがとうございます。突然ですが忙しいの？忙しいの？忙しくないよ。でしょ、うん、ちょっとお話お願いしますよ。全然大丈夫ですよ。今年40あ、じゃあ今日は39になった、はい、そうだ。ちなみにここは学年でいうと同級生でございますから。同級生でございます。我らの星ですから本当に。いや小林正則選手がゴルフを、まあ、始めるきっかけというか憧れの選手みたいな人っています？憧れの選手、憧れた選手っていうかね。憧れた選手、まあそれはねジャンボさんとかすごいなって思ったけど、うん、たまにジャンボさんに勝つ人が好きだった。ああなるほどね。なんか小立さんとか加瀬さんとか、はい、ああいう人見ると、うん、すげーなみたいな、うん、あとジェットさんが好きだった。あ、ジェットさんね、うん、キャラクター的にということだね。まあ、小林選手が考えるこれからのゴルフ業界に必要なヒーローってどんなヒーローですか？まあでもどうだろう、だからもう憧れになる存在。やっぱりこうタイガーもそうだし、はいはい、もう亮君もね、志賀君もそうだし、うん、松山君もそうだけど、はいはい、やっぱああいう風にちっちゃい子に憧れられるような選手だね。なるほどね。うん、だからパフォーマンスとしてはこうそこからそれで乗っけてくるのとか、だからアマチュアができないような、あ、なるほど、それ派手なプレーをする人がね出てくると、はい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 、コツコツやらないでこう派手な人間が一人二人出てくると面白いかなと思います。そこからそれ狙うみたいな。そう。でもそれ待ってるでしょ。待ってます、ね、ギャラリー。確かに確かに。もう失敗してもさ、はい、アメリカとかそうじゃない。そうですね。やっぱり貴重なご意見ですね。はい、じゃあ自分がもしそんなシチュエーションになったら、はい、いや僕はやりますよ。マジですか？僕はやりますよ。でも無理しないでください。状況見て刺繍だからね。そう、刺繍だから。我々は我々のやり方があるので、うん、そうだね。そうそう、うん、はい、いきますよ。突撃アマチュアの方にですね、皆さんが求めてるプロゴルファーへのヒーロー像ちょっと聞いてみたいと思います。いわゆるその皆さんが求めるヒーロー像。あー、イケメンがいいですね。ちなみに今男子ゴルフ界でいうイケメンって誰ですか？誰だろう。東とかですかね。あ、東選手かっこいいですね。やっぱりファッション性が、はいはい、今すごく上がりましたけど、うん、もっと上がる と、ね、はい、なるほどね、ファッション性。やったこともない人たちがやってみたいっていうふうに思えるスポーツにやっぱり盛り上げて、こういったものもやっていきたいなっていうふうに思います。はい、プロゴルフ界一喋る男、宮本勝正さん、そしてですね、ミスイーグルですね、渡辺彩香さん、楽しみだな。ただいま作戦を考えました。今ですね、ジュニアの方を宮本さんと渡辺彩香プロがですね、フォトセッションをしてます。これご覧ください、これ並んでますね。で徐々にこうやって上がってきます。そして最後尾僕がつきます。最後の最後、ジュニアのフォトセッションなのに僕がステージに上がっていくというこの作戦いかがでしょうか？怒られるかな。まあブリヂストンさんもね、本当に心の広い、ね、会社ですのできっと許してくれると思います。楽しみだな。じゃあ行きますよ。もう完全に今止められましたけど行っちゃいます。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これでいいですか？はい、わかりました。いや、今宮本さんプレゼントが彩香ちゃん忙しいみたいなんで、これだけ持って帰ってもらって。あ、ありがとうございます。これで、ね、杉ちゃんが行くもうぜひバッグにつけて。 ありがとうございます。今年これをつければ4勝できますから。あ、じゃあつけます。ありがとうございます。どうですかこのゴリ押し。僕は結構いや宮本さん、やっぱりトークうまいっすね。やめてくださいよ。いや、ものすごいみんな盛り上がってたじゃないですか今。もうこれちなみにこれもらってもらって。
ごいねこれ。すごいですよね。いや宮本さんにとってヒーローってどういうヒーロー像ですか。ヒーローね、はい、どうですかね。やっぱ周りのね、うん、まあ、メディアの方とか、はい、マスコミの方にもこう協力を得ないとなかなかそういうのは。なるほどね。ある意味こうみんなで作っていくっていうか、うん、ね、周りやっぱ巻き込んでもらわないと、はい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 、なかなかね。そうか、その中でじゃあプロゴルファーはやっぱりゴルフ球を打ち続けて、それをまた、ね、みんなで盛り上げていく、はい、やはり一人ではなくてみんなの力で、皆さんでやっぱそういうのを作っていただかないと。いや深い。いつもね、宮里優作のキャディしてるでしょ。ロッカーって大体あいうえお順なんですよね。そうですね。宮里、宮本っていつも隣なんですよ。なんかね、優作のところにキャディバッグあると邪魔みたいで、隣の癖があって、いつも僕のロッカー開かなくなるんですよ。いやそこだけはちょっとやめてほしいって、いつもお願いしてるんですけど。違いますよ。もうね、2、3年ずっとそのやり取り続いてますよね。違うんです。あれ本当にたまたまなんですよ。たまたまこう荷物を整理してて置いてたら、たまたま宮本さんが来て、あ、すいませんっていう形なんで。僕が悪いと。いや、そんな、で、そんなことない、そんなことない、そんなことない。2015年はですね、はい、ぜひ気をつけてですね、常に宮本さんの前は、ロッカーの前は綺麗に、僕が綺麗にしておきます。今年1年もね、はい、お互いね、そうですね、やりますように頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お忙しいところ。杉ちゃんが選ぶ、勝手に美女ランキングトップ3。こんにちは。今ですね、はい、美女ランキング第1位は、みなさんこんにちは。きわせーの。はい、2015年、今年はスギちゃんが行く、変わります。テレビ化です。皆さんのおかげでですね、テレビ化することができました。これはですね、本当に YouTube を皆さんご覧いただいて、くれたからこそ、実現したことです。テレビ化になったからつまんないと思われないようにですね、どん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 面白い、番組にしていきたいと思います。それではまたお楽しみに。